皆さんおはようございます。10月の12日土曜日です。今から岐阜県に行きます。今日はジュベン FC フロールアンダー15世代の選手権岐阜県予選2試合目です。先週の選手権1試合目は、開始10秒で失点を食らって、前半1対4と大きくリードをされたんですが、後半怒涛の4ゴールで5対4で大逆転勝利をした。ジェットコースターみたいな見ている僕としては心臓が痛いゲームでした。今日の2試合目勝つことができれば岐阜県予選優勝、そして来月の東海予選への進出が決まる大事なゲームです。先週のような試合の入り方、そしてずるずると失点を引きずってしまったら苦しいゲームになりますので、先週の反省を生かして今回の試合はしっかりと集中して戦ってほしいと思います。それができれば必ず勝てると僕は思っていますので、現地に行って精一杯ジュベンの選手の応援をしに行きます。今日の試合必ず勝って来月の東海予選へつなげていきましょう。そして今日元々の試合開始時間が朝の10時だったんですけども、お昼の2時キックオフに変更されました。午前中少しスケジュールに予定が空いたということで、寄り道をしてからジュベンさんの試合に行きたいと思います。どこに行くかというとですね、今から愛知県知多市にある松屋地所フレッチフィールドに向かいます。11時15分から女子の高校サッカー選手権の準々決勝の試合があるということで、日本福祉大学附属高等学校の試合を見に行こうと思います。なぜこのチームの試合を見に行くかというとですね、8月にジュベンさんが、日福さんと練習試合をされていて、その練習試合りっくんと一緒に見に行ったんですけど、そこで顧問をされている、高橋先生と出会って、どこかのタイミングで試合が見に行けたらいいなと思っていまして、1週間前動画にはなってないんですけども、ジュベンの試合後に日福さんの試合を見ていて、すごく素晴らしいいいチームだなというふうに思っていまして、今回ジュベンさんの試合がお昼からに変わったということで、前半だけ日福さんの試合が見れるかなということで、日福さんの応援に行きたいと思います。今日が準々決勝、対戦相手がシード校である同胞高校さんとの試合になります。この間の試合と違って我慢しないといけない苦しい時間帯も多いと思うんですけども、耐えるところは耐えて、チャンスだと思ったらみんなでゴールを奪いに行く、そういった姿勢を見せてもらって、なんとか粘り強く戦ってほしいと思います。では早速日福さんが今日試合を行う会場、松屋地所フレッチフィールドに向かいます。行ってきます。松屋地所フレッチフィールドの横にはもともとプールがあった場所なんですけど、温水施設を兼ねたスポーツジムでしたっけが新しく建てられました。でかいですね。前半だけ試合を見てきました。前半が終わって、0対5でリードを許している状況です。先週のジュベンさんと同じようにキックオフ開始10秒でいきなり先制パンチを食らったんですけど、そこから日福さんもすごく体を張って要所要所で戦っているんですけど、やはりシード校の同胞高校さん、めちゃくちゃ質の高い、素晴らしいチームだなと見て思いました。5点リードを許しているんですけど、決して下を向く必要もありませんし、そういった選手も一人もいなくて、みんなが一生懸命走って戦っている姿、選手たちの走りや頑張り
というものは無駄なものではないので、全力で楽しく後半もプレーしてほしいと思います。次の試合会場に移動します。ジュベン FC フロールアンダー15世代の選手権試合の応援に行ってきます。絶対に勝って東海予選にみんなで進んでいきましょう。島西運動場へ向かいます。知多産業道路から名古屋高速の方に乗っていきます。こちらに進んでいきます。今日はすごく晴れていて、また暑くなってきましたね。最近は寒暖差が激しくて、ちょっと体調を崩しやすくなっていますね。皆さんも気をつけましょう。しばらくこの名古屋高速を一宮方面まで走っていきます。先週のジュベンさん苦しみながら勝ちましたけど、課題がたくさん出たゲームになって、この1週間でまたいい準備をしてきたと思うので、まあ、先週の試合みたいなことにはならないとは思いますが、今日戦う飛騨ドリームさんも手強いチームだと思いますので、全員の力で頑張ってほしいです。必ず勝てます。岐阜鏡原インターチェンジを出ました。ここを左方向、国道21号の岐阜方面に向かって走っていきます。あと30分くらいですかね。1時半までには着きそうです。さあ、島西運動場に着きました。ジュベンさん頑張りましょう。Yeah.
で自分がやってどういうそのどう動いてとかどう感じてとかどうしても感じていけなかったですけど疲れ様でした。ジュベン FC フロール2対1で勝ちました。これで県予選優勝、そして東海大会への進出が決まりました。選手、監督、コーチ、スタッフ、保護者の皆様、関わる皆さん、おめでとうございます。ちょうど今外で花火の音が鳴ってるので縁起がいいですね。いや本当におめでとうございます。選手自身が東海大会への切符を取るためにと強い気持ちで試合に入っていましたね。先週の試合とは違って入りは悪くなかったと思いますし、この試合に向けて選手が緊張感を持って1週間トレーニングしてくれていたんじゃないかなと思います。それが結果につながったのかなと。しんどい時間も正直長かったですが、うまくいかなかった時でもジュベンらしく勝とうということを表現してくれたことが良かった。選手は気持ちの部分で自分たちがやっていることを冷静に我慢強く、そして根気強くプレーしていました。フィジカルの部分では攻から守、守から攻、トランジションを早くするところ、そして運動量、予測、球際の部分で相手より粘り強く戦うこと、ハードワークする部分で相手と違いを見せようと気持ちを見せていました。そのベースができれば必ず得点はついてくる。それを選手は実践してくれました。選手たちは相手どうこうではなく、やるかやらないか、自分たちができるかできないか、この試合に臨むにあたってやろうとしたことを選手はよくやってくれたんじゃないでしょうか。先制点を許したわけですけども、その後しっかりと2点を取って逆転、ビハインドからでも逆転できる勝負強さ、諦めない気持ち、根性というのが少しずつこのチームにはついてきています。課題はもちろんあると思うんですけど、今日の試合攻撃の部分については、真ん中からの攻撃とセットプレーからいい形で得点を奪えましたが、やはりせいちゃんの個人能力に依存をしています。サイドからのコンビネーションで相手守備陣をこじ開けるクオリティは上げていかないといけないかなと。守備の部分は失点シーンはこの間と同じタイプの失点の仕方でした。素人の外野の意見で申し訳ないんですが、ボールの出どころの部分はもう少しチェックしに行かないといけないのかなと思いました。思えば清水遠征決勝の清水フットボールクラブ戦、あの時もボールの出し手の選手にプレッシャーに行けず、相手のロングボールに対応しきれないまま3失点を喫したわけなんですけども、最終ラインもしっかりと弾き返さなければいけないんですけど、やはり下がりながらのディフェンスというのは難しいと思うので、もう少しだけ相手のボールホルダーに対して前線が頑張ってほしい部分もあるかなと感じました。でも厚さも今日はかなりありましたし、とても難しかったと思います。まだまだ改善するところはあると思いますが、日々成長していると思いますし、それよりも選手たちができたこと、頑張ったことを褒めちぎりたいです。本当に選手権の予選2試合頑張ったと思います。選手たちが高みを目指して成長してくれることがチームの成長につながっていく。自分たちで掴んだ東海大会への切符、素晴らしいチームと来月戦うことができます。今日は程よくリラックスもしていて、いい緊張感を持って試合に臨むことができていたんじゃないでしょうか。緩みすぎずに準備できていることがこの結果につながっている。そこは選手がまた一つ成長したところだと思っています。選手権の予選であろうが、県リーグの試合であろうが、練習試合であろうが、一戦一戦最善の準備をしてベストを尽くすことに変わりありません。ただしこの選手権はその先に東海予選があります。次は東海での目標をチームのみんなで設定をして、それを目指して頑張ってほしいです。出るためだけの大会じゃありません。東海大会で爪痕を残す、成長を目指してやっていくことは忘れずに戦ってほしいです。苦しい時にいかに自分に負けずに一歩前に行くとか、体を寄せ切るとか、そういうサッカーの本質的な部分をみんながしっかりとやれば、東海大会でも十分に戦えます。もともとボールを扱うのが上手い選手たちばかりなので、これでもっと走れる、戦える、喋れるようになったら、対戦相手にとって怖いチームになれます。そして今回一つ結果を出すということにも非常に苦労しましたけども、これを続けていくことの方がやはり大変です。今日勝ったことはジュベンにとっていい勝利だったと思いますし、
みんなで喜んでほしいと思いますが、次の試合に向けての勝利の保証にはなりません。対策された時に今日のサッカーが強度を保てるのか、そういったことも課題になりますし、やらなければいけないことは多いですが、それ以上に期待せずにはいられません。また最高の準備をしてほしいです。試合後のみんなの表情を見ていたりして、この大会にかける思いっていうのは中学3年生のメンバーを中心にとても感じましたし、チームとしての目標、個人としての目標が達成一つすることができて、僕自身もとても嬉しく思っています。次は東海大会、やはり県大会の試合よりもぐっとレベルも強度も上がっていきます。苦しい時間帯もこれまでの試合より長いと思いますし、格上の相手との試合になるので難しいとは思うんですけど、東海リーグの対戦相手だからといって必要以上に身構えたり緊張したりする必要はありません。戦う相手は高校生でも大学生でも社会人サッカーチームでもなでしこリーグのチームでもありません。みんなと同じ同世代のチームとの戦いです。必要以上に緊張しすぎずに、身構えずに、いつも通り普段通り楽しくジュベンのサッカーを展開して、その先の勝利を目指して頑張っていってほしいと思います。この3週間が大事になると思いますので、練習のところからしっかりと積み重ねていきましょう。改めて岐阜県予選の優勝おめでとうございます。どんな大会であろうとタイトルというものは嬉しいと思いますし、みんなの自信にもなると思うので、またここから一つギアが上がっていくと思います。ここからが本当の勝負です。また頑張っていきましょう。来月テラスポツル前で待ってます。長い動画になりましたが、今回はここでおしまいになります。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。